チャイ12月号の特集はワイン。そして今回はワインと餃子の新たなマリアージュを求めて話題の餃子バルにお邪魔します。餃子とワイン、一見ミスマッチな組み合わせですが、昨今の餃子事情は違うようで、ワインと合わせてじっくり楽しむスタイルが広まっているのだとか。今女性たちの間でじわじわとブームが広まっているそうです。そもそもの発端はフランスにオープンした餃子バーが話題を集めたことから。餃子とワインは日本に逆輸入され人気に火がつきました。今年の4月に帯広北の屋台にも餃子バルが登場。早速足を運んでみました。そうだよね、作るものがその野菜とか使ってる素材の本来の旨味を引き出すっていうことをとてもよく考えていて、それでね、素材本来の旨味を引き出して皆さんに楽しんでいただくと。ワインと合う餃子ってやっぱ逆ですね。餃子に合うワイン、焼き野菜餃子の方は生野菜を使っています。あ、新鮮なこう、はい、シャキシャキとして、そうなんです。なので焼き野菜餃子は食べると、まあ、白菜が入っているので白菜の歯応えがしますね。でこちらのボロネーザの方はこれあの煮込む時に赤ワインを使っているので、その赤ワインで食べ飲みしていただける、非常に愉快。2人が目指すのは素材の美味しさを楽しめ、かつワインを引き立てる餃子。定番の焼き餃子には国産の豚肉や白菜、そしてピーマン、セロリといった意外な野菜もたっぷり使用しています。こだわりの餃子を味わうと、優しい旨味が口の中にふわりと広がりました。また餃子とワインという新しい世界をですね、ちょっとぜひ味わっていてもらいたいと思います。で、うちではスパークリングワインもあのグラス500円で飲めるようになってます。こちらも、焼き野菜餃子と合いますので、ぜひご賞味ください。よろしくお願いします、うん。餃子は気軽に食べられるもの。ふらりと訪れた人がお酒に興味を持ってくれると嬉しいとお二人。気取らずに本物の味を実感できる餃子とワインのマリアージュ、ぜひお試しあれ。